Flying. おやおや、私まで助け出しに来たんですか？私の忠告を無視して、そんな惨めな姿になってまで、まさに骨折り損ですね。私はマザーイーターと完全に同化しています。新田君や優子さん、優吾君とは違う。Oh, shut up. I need to hear that from you. 無駄ですよ。私は見つからない。それに、ヨシンバは見つかったとしても、すべての世界から悲しみが消えないというのなら戻りたくありません。なぜ君たちが不幸のはびこる世界を選ぶのか、理解に苦しみますね。君だってそうです。こんなことをして結局新田君たちを悲しませてしまう。おかしいですよ。全く筋が通らない。私を助け出したところで何が変わるというのです？私の問いに納得のいく回答をいただけますか？ I don't want you to shut up. That's all I really want.That we won't leave anybody behind. 君のエゴでしかありませんよ。恐ろしいですね。私、混乱しています。イグドラシルの演算処理能力をもってしても、そのような回答は導き出せない。いや。そうですか。そうでしたか。ピンときました。わかりましたよ。私にも。神は祭を投げない。まさに君たちは祭そのものだったのです。意志を持つサイコロ相手に賭けなど成立するでしょうか。なるほど。なるほど。このようにして多次元宇宙が生じ、時間軸は無数に分岐する。無駄、無意味、無価値、揺らんと定義されていたものは所詮観測者の主観に過ぎなかった。理解した、そう認識する単一時点で可能性は統合され、いや、待ってください。待ってください、待ってください。さすがにそれは論理の飛躍ではないでしょう。You just love to hear yourself talk. おや、いけませんね。君にここで消えてもらっては困ります。君は私の新理論を証明する大切なサイコロなのですから。Why are you so ugly? サイを投げる神の、投げるサイを作る神の存在を導く理論。この理論を証明するために私やイーターは消えなければならない。存在があまりにも特異的ですからね。世界に影響する力が強くなりすぎて正しい結果を導き出せません。いや、イーターにおいては本来の役割に戻るだけですが、私たちが作り出した電脳世界に影響を受ける以前のあるべき姿に。そもそも彼らは人間世界やデジタルワールドを含む無数のパラレルワールドを束ねる工人。いわば触れられない、触れてはいけない領域に属する存在です。その高次元で我々には到底想像も及ばない、いわゆる大いなる意志、神々の御業と呼ばれるような壮大でとてつもないシステムの一部に組み込まれている。それが
Bro, if you gonna do what you wanna do, do it already. I'm tired of your voice. Like, Jesus. Exposition dump. このような作用が偶然か必然か結論はまさしく神のみぞ知るイグドラシルに問いかけてみても彼の彼女かもしれませんが演算処理機能は神の存在を認めておらず正確にはまだ演算しきれていない状態にあり回答は得られませんでしたともあれイグドラシルに協力を要請して私と接続しているイーターをすべて彼らを各次元から消し去ることはできませんしまた君たちの未来に同様の事象が繰り返され、oh my God. 安心私の計算ではそれが起こる頃には君たちの宇宙は存在していないなので君たちは好きなように生きて死んでまた生まれ君に選択権は与えませんよ No, nigga, ill, you talking? You blowhard, just shut up 機嫌よ気が向いたならばまたどこかで終わ Oh my god Just dieHey guys, I'm back. Oh, maybe not. Didn't think about that. でも無事でよかった。本当によかった。で、スエドは？いないみたいですね。それけどあいつらしいよな。Oh snap! It's gonna blow! イグドラシルの石だ。イグドラシルが機能を取り戻し再起動している。おいおい、ここにいたらやばいんじゃねえの？外に出た方が良さそうですね。うん、妥当な判断だ。よし、移動しよう。大丈夫？Yeah. If we go on, let's go. Cause I don't feel like dying here after all the crap we done been through. Hey, back to normal. 懐かしいな。うん、あの時に見たデジタルワールドだ。綺麗。あれはイーターのネットワーク内に保護されていた精神データの数々だ。I'm glad you know that. ああ、イグドラシルが人間世界へと送り返している。それってエデン症候群が治るってことだよな。治るとは少しいいおことにするかもしれないが、それに類する事象は発現するだろう。君たち人間が。奇跡と呼ぶ現象だよ。よくわかんないけど、二人は目を覚ますってことで。奇跡とはそうあるべきだろうな。お兄ちゃん、よかった。And what the crap is that?
なんだこいつ。なになに、これ超可愛いんですけど。その球体がイーターの本来の姿だ。え、そうやってデータからデータへ移りながらスキャンし、情報を高次元のどこかへ送信している。目的は定かではないが、一つ仮説を立ててみた。オーブやセントエルモの火、ユーザーの正体とされている発光体は高密度のデジタルウェーブ下で一時的に可視化したイーターなのではないか。プラズマ現象などとされているが、情報を伝播するエネルギー体であるイーターならば、より挙動や性質、目撃談に襲う。人口では到底政策不可能なミステリーサークルの模様も、彼らのネットワーク。ストップストップ。お前、ジーサル。すまない。クレミ京子との別れの時が迫っている。特殊な知識を披露する高揚感をもう一度味わっておきたくてね。いや、それとも君たちとの別れを名残惜しんでいるのか。別れってつまり、そういうわけだ。イグドラシルが速やかに君たちを人間世界へと送り返す。デジタルワールドを完全に復旧させるには異物を取り除く必要があるそうだ。チッ、結局バグ扱いかよ。イグドラシルはデジタルワールドを僕たちが訪れる前の状態に戻したいんじゃないか。8年前より以前の状態に。え、以前のって、ちょっと待って、それじゃあひょっとして私たち出会わなかったことになっちゃう？お互いのこと忘れちゃうの？かもしれない。そんなのけど、もしそうなっても、なんとかなるよ、きっと。だよね、きっとなんとかなる。っていうか、なんとかする。さて、そろそろ時間のようだ。君たちを送り返し、開かれた扉は閉じられる。さらばだ、人間の子らよ。世界はあるべき姿に戻る。清濁合わせのむ混沌たる世界、それが我々の生きる世界だ。我々の友である君たちが生まれ育った愚かしくも美しい愛すべき世界だ。願わくば君たちの子らと我らが新たな友となる日の訪れんことを。これで事件は解決だ。ああ、The music。アグモン、ガブモン、みんなのおかげで私たち強くなれたよ。ありがとう。さようなら。またいつか絶対に会えるよ。じゃあね、みんな。It's so beautiful. Hey, I seen this in Kingdom Hearts. Tokumon, Waymon, Bakumon, Bergamon, Lopmon. Hey, those guys.みんな帰っちゃうんだ。俺たちの世界からデジモンがいなくなっちまうのかな。そうなったら寂しくなりますね。お兄ちゃん大丈夫だよ、ユカ。僕の電脳体が肉体に戻ろうとしているみたいだ。それじゃあ、8年ぶりの生身の体か。重くて窮屈だろうな。安心しな、リハビリ
いくらでも付き合ってやるからよ。お手柔らかに頼むよ。それじゃ、お先に。I descend into the heavens. So shouldn't that be happening to me right now? やりきれたな、俺たち。帰りましょう、私たちの世界へ。うん。帰ろう、みんな一緒に。All right, all right.Well, damn. Why do I always end up in the middle of the street? He's like, what? That's what that was. So I'm dead now? That's nice. あれから1週間が経ちました。東京はまるで何事もなかったかのように。今日も人、人、人で溢れ返っています。と言いますか、本当に何もなかったのかもしれません。私たちだけの記憶。それはみんなにとってないものと同じなんだと思います。自称塩田の新田君が言うには、分岐していた時間軸が合流したのだそうです。いろいろ説明してくれましたが、半分見ながら聞いていたのでぶっちゃけよく分かってません。でも要するに、私たちの過ごした8年間がまるっと変わってしまった。そのほとんどがなかったことになってしまったのです。この東京は私たちにとって新しい東京です。例えば上白悟、ゆうこっちのお父さん、なんと普通に言います。これには本当にびっくりしました。上白エンタープライズの社長としてバリバリエデンとか運営しちゃってます。ゆうこっちはまだ戸惑っていますが、そのうちお父さんに甘えまくればいいと思います。数年分手加減なしで思いっきり。ついでに岸辺理恵もいたりします。社長秘書だそうです。さらに社長と熱愛中だそうです。近い将来ゆうこっちのお母さんになるかもしれません。 I need to watch that, Ethel. 頑張れゆうこっち。例えばエデン症候群、新しい東京では8年前に恐ろしいテロ事件が起きて、その事件に巻き込まれた被害者が昏睡状態で眠り続けていたことになっています。みんな1週間前一斉に意識を回復したそうです。ちなみにユウゴ君もそのうちの一人ということで目覚めました。今リハビリに励んでいます。私もお手伝いしてます。回復した理由とか当然みんな知りません。今のところ神様の奇跡説と宇宙人の干渉説が有力だそうです。例えばデジモン、あの子たちに関しては何とも言えません。いるといえばいるし、いないといえばいないみたいな。デジモンキャプチャーはもう存在しないんだけど、デジバイスで超流行ってるアプリにデジタルモンスターってのがあって、
育成ゲーなんだけど、これが結構ハマっちゃう感じで。そのアプリにアグモンとかガブモンが登場しちゃってるから。Of course, even when she don't remember, she still gets them. Again. これってどういうこと？わけわかんないんですけど。みたいな感じで、もうお手上げです。いわゆる。She's so dumb. でも、君なら。わかるかもしれません。そう、私たちの記憶と変わらない現実もあります。新しい東京にはスウェドー明美はいません。あの人は生まれていないことになっているようです。なんだか少し胸がキュッとしますが、これでよかったんだと自称ひよたの新田くんは言っています。京子さんもいません。探したけどいません。でもクレミ探偵事務所はありました。京子さんがいた痕跡もありました。京子さんはいるのでしょうか。私たちには見つけられないだけ。きっとそうなんだと思います。京子さんを見つけられるのは名探偵の君だけ。きっと絶対そうなんです。だからだからお願い。 So you talking to me? おい、しけた顔してんなよな。らしくねえっての。てか本当は俺だってそんな顔がしてんだよ。けどこいつに何て言われるかさ。わかってる、わかってるけど、ねえ、お願い、帰ってきて。心配すんな、絶対帰ってくるって。医者の話じゃ体はピンピンしてるらしいしよ。絶対大丈夫だ、こいつなら絶対。うん、ほらこいつアホだから。エデンのどっかで幽霊やって浮かれてるとか。Well, who would do that? どっかの誰かさんみたいに。あれはイーターに囚われていた兄さんの潜在意識の発言で、全くもって不可抗力です。それにそもそもの原因は私たちにあったのだから、兄さんを責めるのはお門違いですと言いますか。いつ兄さんが浮かれていました？訂正と謝罪を要求していいレベルのデマゴギーです。うわ、マジレス来たよ。はい、ま、まあまあま、そっか。そうだね、自称ひよたの新田くんの言う通りかも。ああ、ノキアさんまで兄をポンコツ扱いするつもりですか？おい、どこ行くんだ？エッデン、探しに行くの。何にもしないでくよくよしてたら、アグモンやガブモンに笑われちゃうもん。ノキアさん、幽霊やってたらさ、目撃談とかあるかもしれないし、エデン中探せばデータのかけらくらいは落ちてるかもしれないし。あれ、私今電脳探偵っぽくない？Yeah, sure. 聞き込み開始。ついてきなさい。さ、なるシステムボーイ。助手、俺が。ち、しゃあねえ、付き合ってやるが。けどな、はっきり言っとく、俺が電脳探偵でお前が助手だからな。これだけは譲れねえって。おい、聞けよ。 Wait a minute.ようやくお目覚めのようだな。君を見つけてからずっと話しかけていたんだが、一向に反応がなくてね。さすがに諦めようかと思っていたところだ。私の声が聞こえているかい？いや。この状況に関して説明が必要だな。君の反電脳体は無理なコネクトジャンプを敢行した結果、君が君であるためのデータを
無惨させてしまった。つまり今の君は君の残骸だ。どんな気分だい？I don't know. 言わずもがなか。君の運命はつくづく想像しいものだ。私もな、数世紀ぶりにイグドラシルの意志を受け動いてみれば、人間になったり探偵をしたり、ずいぶん無茶をする女子も一人いたしね。まったく散々だったよ。だがおかげで実に楽しかった。ありがとう。この言葉を君に伝えておきたくてね。君が目覚めるまで待っていたんだ。Really? なんだ、ah, shucks. 照れているのかい？君はこれからどうなるのか。先に伝えた通り、君のデータは無惨してしまって、もはや私でさえ集めることができない。その状態で半永久的にこの空間をさまようか、もしくはそうだな、デジタルワールドへ来るというのはどうかな。私の仕事はこれから忙しくなる。イーターはイグドラシルによって初期化され、無害な存在に戻った。だがその正体は未だつまびらかではない。イグドラシルですら検知できない高次元にイーターの本体があるものと私は推測している。それをどうにかして確かめるつもりだ。どうだい、馴染み深い内容の仕事だろう。一緒に来て私の助手として働く気はないかな。冗談さ、そこまで真剣に悩まないでくれたまえ。君の困った様子が見たくなってしまった。私もかなり人間の影響を受けてしまっているようだ。だからこそ君たちの取ったあらゆる行動が理解できる。仲間を救いたい。私もそんな気持ちになっているんだ。いや、私だけでない。見たまえ。 Look and see. Mastermind. My Negress. Midnight. T-Will. The whole squad. いいかい、私が影響を受けたように。 I got tears in my eyes. 君の仲間となったデジモンたちも少なからず君から影響を受けているんだ。君はほとんどデジタル生命体のような存在だったから、その影響力の大きさも推して知るべしだ。証拠はこのデジモンたちの中に刻まれている。君自身のデータが少しずつね。友情、愛情、絆、思い出、ありていに表現するならばそういったものだ。それらをすべて集め、精神データを再構築し、君の体に再インストールしようと思う。前代未聞かつ少々強引だが、我々のやることだ。道理もおとなしく引っ込むさ。Oh, that works out perfectly. 私からもわずかながら君のデータを提供しよう。変なデータが混じっていても恨まないでくれよ。君、ロビー。一つだけ心残りがあるとしたら、君に私のコーヒーを。Oh no! I won't be able to drink your coffee ever again. How sad. 別れの時だ。私の助手であり、仲間であり、友達であった人間。さあ、再インストールの開始を。君の未来を。君自身の意志で。Oh my god, I'm done? Holy crap! Oh man.
What a hell of a ride, I tell you what. Oh, this music though. Yeah. Oh, great. Kenji Watanabe. Alright, well guys, we have made it to the end of Digimon Story Cyber Sleuth. And like I said, it will be one hell of a ride. We had plenty of mulligans, plenty of adventures, plenty of... this game is fun. Oh, I can't wait for Friday, because that's when Hacker's Memories drop. You know, if I don't do a walkthrough of the game when it comes out, I might do it later on down the line one day, but I'm gonna enjoy that game. No, I am. I enjoy this. This is what a Digimon game. I like this game. Like, this game is fun. You know, it's not the perfect game in the world, but you know, no game is perfect, but it comes close. They had me have what the F moments, like Kyoko becoming Alphamon. Didn't see that coming. That was nice. Oh man. Oh, I finally got to throw Sasuke them hands, boy. Sakura, she was just being herself. It's kind of stupid, but yeah. Oh, look at Hinata. She got like this dark personality. Oh, Gabumon, Agumon. Oh, my friends. I have that now. Oh, snap. I just realized what's happening. My body's reconstructing. Oh, this is dope, dude. Oh. We need more Digimon games like this. Installation complete. Uh-oh. Bat like I never left in the first. じゃないわ。私はクレミ京子。探偵なの。闇上がりでね。なかなか勘が戻らなくて。風変わりな飲み方をするのね。いえ、味覚は人それぞれだし、意外と美味しいのかもしれない。機会があったら試してみるわ。邪魔したわね。それじゃ、私はこれで。 いきなりでぶしつけだけど、どこかで会ったことはない？すごく大切な何かを忘れてる気がするんだけど。実は今助手を探していてね。よかったらうちで働いてみない？ Yeah, I think I'd like that. You know what? This was a great game. Ooh, new game plus is unlocked if there is save data of a completed game. And guess what? There is save data of a completed game. This is not unlocked in your cross save data, please. Save, yes. We're going to save. Hey! Is that it? Yep. Well, I hope you guys enjoyed it. This is the end. I hope you guys come back. You know, stick with me, you know. I'm still doing Kingdom Hearts. And, you know, it doesn't matter if I do Hacker's Memory playthrough or not.
If you want to see me do it, then please tell me. I'll do it. Trust me, I'll do it when it comes out. Also, Fighters is coming out next week. So I know me and the boys are going to be playing that. Probably like have a couple episodes thrown around, streaming or whatever, you know. Whatever we can, you know. So, I enjoyed the game. I hope you enjoyed the game. Give me a like if you enjoyed it. I would really appreciate that, just to gauge it. Thank you for sticking with me. Thank you for just being here to enjoy this with me. And I am your guy, Judas Redeem, officially ending this case of Digimon Story Cyber Sleuth. Peace.